いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今週はアントラーズの試合が台風で延期してしまったので、僕たちの動画を楽しんでください。それじゃ始めましょう。僕たちだけの動画だよ。おっす、オラシカオ、チャンネル登録して他の動画も絶対見てくれよな。子供たちにはドラゴンボールよりワンピースの方がいいかな。マスコット王に俺はなる。ちょっと前なら鬼滅の刃をやれば子供たちにバカウケだったんだよ。全集中、鹿の呼吸1の方。鹿尾、鹿尾さん、あんまりパクってるとクレームきますよ。あと似てないです。パクリじゃないよ、オマージュだよ、オマージュ。じゃあせめてコロコロコミックからオマージュしてくださいよ。コロコロ。僕シカエモン、チャンネル登録お願いします。やっぱり似てないですよ、シカオさん。ああ、早くシーズン開幕しないかな。サポーターのみんなにチヤホヤされたいわ。シカオシカオってチヤホヤされたいわ。シカオさん、それサポーターの皆さんの前では言わないでくださいね。去年も中田 CRO からサポーターの皆さんの前ではマスコットは喋らないでって念を押されたんですから。ああ、大丈夫大丈夫、チャンネル登録よろしくお願いします。本当に大丈夫かな。今年は誰のユニフォームにしよっかな。10番柴崎選手、それとも日本代表佐野海舟選手の25番にしよっかな。スタジアムくん、ユニフォームの注文お願い。あ、鹿尾さん、誰のユニフォームにしたんですか。やっぱり12番ですか。全部。え？支払いはメルカリのクレカ、メルカードで。はい、毎度ありがとうございます。僕は全選手を応援してるからね、毎年全部買ってるの。小泉社長、キーパーユニフォームも販売お願いします。チャンネル登録もお願いします。へえ、 J2 長崎のビビー君にはちゃんとあるのか。今年は僕にもちゃんと欲しいな。サポーターのみんなと歌いたいな。鹿尾さんはどんなちゃんとがいいんですか。どうせならかっこいいやつ。例えばズン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 どこしかお、ズン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 どこしかお、ズン。かっこいいかなあれ。ノーコメントっていうかの。チャンネル登録お願いします。祝 J リーグ開幕。見よ、僕の考えた最強のスタメン。ゴールキーパーシカオ、ディフェンダーシカオ、ミッドフェルダーシカオ、フォワードシカオ、監督シカオ、マスコットはもちろんシカオ。頑張れアントラーズ。いよいよ J リーグ開幕だ。鹿島スタジアムでお待ちしてます。開幕記念にチャンネル登録お願いします。シカオグッズもいっぱい買ってください。トヨタスタジアムも美味しいものがいっぱいあるな。どうしよっかな、どうしよっかな。よーし、食べるぞ食べるぞ、みんなで全部食べるぞ。全部食べるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。アントン、お酒はもっと大きくなってからですよ。うん、ここだけの話、あのアホ兄弟の運転ってどうなんだ。気を使って走ってはいるけど、ここは道間違えるだろうなってところは全部間違えてるね。あれ、カーナビ通りに走ってるのに間違えてるんだよ。あの運転じゃチャンネル登録してもらえないかもしれないし、次は僕が運転しようかな。お父さん、免許持ってるの。免許やめた方がいいね。ちなみに運転は弟が全てやってます。クレームは弟まで。これからも気をつけて運転していきます。今週のマスコット会議始めます。今回の議題はファンクラブ。アントラーズにはトップチームの他にユース、アカデミーにもファンクラブがある。ならばマスコットのファンクラブがあってもいいのではないだろうか。入会はすごく簡単にして、解約はナビダイヤルの面倒な電話だけにします。鹿尾さん、すげえ悪い顔してますね。鹿尾さん、私を呼ばないと思ったらそういうことだったのね。違いますよ、違うんですよ。ならばシカゴ中心のラインナップにしましょう。シカゴさんもそっち側ですか。今日の相手は川崎さん。川崎さんには毎年やられてるな。やられたらやり返す、倍返しだ。ドラマのセリフみたいなこと言いますね、シカゴさん。
甘い、やられてなくてもやり返す、誰彼構わず当たり散らす、八つ当たりだ。マスコットが八つ当たりとか言っちゃダメですよ、鹿尾さん。はい、ごめんなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。いっそすがすがしいですね、鹿尾さん。誰もが信じあがめてる君は完璧で究極のマスコット。僕は完璧なマスコットって言わないあたり、僕って奥ゆかしいな。チャンネル登録してもらうためにはマスコットは謙虚さも大事だからね。鹿尾さんご機嫌ですね。鹿尾の未来はウォ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 ウ、世界が羨む。鹿尾さん、イエイ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 。鹿尾さん、あの、自分で鹿尾って言ってるじゃないですか、鹿尾さん。まあまあ、鹿島スタジアムくんも完璧で究極なスタジアムだよ。ありがとうございます、鹿尾さん。鹿尾さん、鹿尾さん、新しい外国籍選手の発表ですよ。ラドミル・ミロサビレビッチ選手です。ラド・ミ・え、何？ラドミル・ミロサビレビッチ選手ですよ。ラドミ・レ・リ・え、ライコ選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ラド・ミ・え、な、何？ラド・ミ・え、ラドミル・ミロサビレビッチ選手です。え、シカサポチャンネルが動画をやめる？本当ですか、シカオさん？本当本当、あのアホ兄弟が言ってたの。これで僕たちもチャンネル登録お願いしますって、毎回の挨拶から解放されるよ。僕たちは自由だよ。あー、でも鹿尾さん、今日4月1日ですよ。え、それエイプリルフールじゃん。鹿尾さん、そんなに落ち込まないでください。鹿尾さんに元気になってもらうためにもチャンネル登録お願いします。鹿尾さん、鹿サポチャンネルのコメントにお返事してるんですね。うん、いつもメッセージありがとうございます。あ、また新しく一件来ましたよ。なになに？鹿サポチャンネルは他の配信者のパクリばかりです。もっとオリジナルはないのでしょうか？かしこかしこまりました、かしこかしこかしこまりました、かしこかしま。勢いで乗り切ろうとしないでくださいよ、鹿尾さん。チャンネル登録よろしくお願いします。鹿尾さん、鹿尾さん、アントラーズがコロコロコミックとコラボしますよ。ね、楽しみだね。今の子供たちにはデンジャラス G さんやデュエルマスターズ、どっちダンコが人気らしいですよ。ダンコ？どっち断平じゃないの？お坊ちゃまくんとかツルピカハゲマルくんとかは、あとバーコードバトラーも。もう鹿尾さん、年がバレますよ。あ、ポケモンは今でもやってますね。いいな、僕もピカチュウくんくらい子供たちの人気者になりたいな。そんなわけでチャンネル登録お願いします。さーて、今からミニ四駆の勉強、ダッシュ四駆郎とレッツエンド5を見とこう。鹿尾さん、今はミニ四キングですよ。はじめまして、のび鹿尾です。アントラーズのさらなる成長のため、そしてネタ切れの鹿サポチャンネルを救うため参りました。これからもアントラーズを末長くよろしくお願いします。チャンネル登録も鹿サポチャンネルをよろしくお願いします。鹿っちです。チャンネル登録よろしくです。今日8月31日とかけまして、絶好調京都攻撃陣と解きます。その心は、どちらも次第に秋を感じるでしょう。しかっちです。チャンネル登録よろしくです。